皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策中学英語基礎ミニテスト、今回は日本語に合うように空所に単語を書きましょう、こういう問題です。1番、あなたが忙しい時は私が手伝います。英文はまず最初が空欄で You are busy, I'll help you、 こうなっていますよね。さあ何が入ったらいいでしょう。2番、彼女は決して諦めないでしょう。 She will never、 空欄が2つですね。この部分きっと皆さんよく知っている単語が入ると思います。3番、日本では普通電車は時間通りに到着します。 Trains usually arrive で空欄が2つで In Japan、 ここの部分は時間通りに、そういう組み合わせで単語が入ります。4番、私は妹の世話をしなくてはなりません。 I have to look 空欄で My sister。 さあそれぞれの空欄に何が入るでしょうか。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。あなたが忙しい時には私が手伝います。 When you are busy, I'll help you. When you are busy, I'll help you. 何々の時っていう時 When を使いましたね。ですから When you are busy, あなたが忙しい時 I'll help you, 私は手伝います。この When が入るわけですね。2番、彼女は決して諦めないでしょう。 She will never give up.She will never give up. Give up. 諦めるですね。Never give up で諦めないという意味になりますね。3番、日本では普通電車は時間通りに到着します。Trains usually arrive on time in Japan. Trains usually arrive on time in Japan. On time で時間通りにという意味です。4番、私は妹の世話をしなくてはなりません。I have to look after my sister. I have to look after my sister. Look after で世話をするとか面倒を見るという意味を作りましたね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。